私とカレオが映画館で時間待ちで、お揃いのマリオ DSLL で対戦していた時のこと。推定130cmくらいの女の子、言葉もしっかり話せるし、オーブン小学2、3年じゃないかな、が、マリオ DSLL を見て、ママはあの、赤い DS が良かった後、キチババアに話しかけてた。そうしたら、キチババアが、バッグの中からドスライトの水色を取り出して、私の耳を引っ張り、交換を要求してきた。耳が痛くて手が緩んだ隙に、女の子が DSLL ひったくる。カレオが DSLL を女の子からひったくり返す。女の子が泣く。キチババアは、私の耳を引っ張り、無理やり立たされ蹴りを何発か入れられた。家のヒナを泣かせやがって。手発狂してるんだけど、こっちは耳から血が出てるし、腹は蹴られるし、カレオが DS ごと聞かってやれ。こんな小さい子にかっぱらいさせんな。クスと叫んだら、パパがやってる DS をヒナにあげればいいでしょう。こんな貧弱な女と浮気しやがって。で、なぜか、カレオパパ、元旦那ってことになってごまかそうとしてた。こんな感じで、警備員、警察にお世話になったんだけど、キチババア泥棒で、娘、ピナにも手伝わせてたりして離婚してた。親権は父親で、これは、面会日にやらかした事件らしい。警察署で、元夫に土下座で謝られ、後日治療費や慰謝料として30万もらったけど、私子に対する障害に対しては被害届を取り下げませんと宣言。キチババアは起訴猶予、起訴、収監決まったらしいし、その間に引っ越すし、私の被害は、6針縫った耳の根元、裂けたピアス穴、2針縫った左肩。母が、成人のお祝いに買ってくれたお高いコート。ヒナは、キチババアによる英才教育が済んでたみたいだけど、元夫さんに再教育してもらえるといいね、程度。